五輪リリが終了し、岸田文雄首相が総裁選に出馬しないと決めたことで日本の政治が大きく動き始めましたその中で7月の東京都知事選で注目された石丸晋二氏のメディア露出が急減しつつあります選挙後のインタビューでの発言が批判を招き注目度が低下今後石丸氏がどのように行動するかで彼の政治的存在感が左右される可能性があります 見なくなったというか今は石丸さんがテレビに出ることは積極的にしておらずお断りしていた仕事もありコメンテーターも性分に合わないらしいですよただし無職とはいえ忙しくされているようですけど政治に注目を集める意図で石丸さんから石を投げることはしてもメディアに無駄に消費される必要はないと個人的には思ってますそもそもマスメディアは全く知らなかったじゃないですかその知らない人が都知事選辞典とかで 突然出てきたから大慌てであれだれって動き始めたそうして見ていたらマスメディアの敵だったから叩く叩く叩くために名前を出しただけで結局は石丸さんの本質などどうでもいいそれがマスメディアの本音でしょう今は一般人の石丸さんだからはたきようもなくてだからマスメディアには出てこないだけネットでは存在感はすごいですからねそのネット というのがマスメディアは気に入らないのでしょうとにかく自分の意のままにがマスメディアの体質正解が良くなるためにはそれを国民に伝えるマスメディアが誠実にならなくてはいけないのにな石丸さんが言っていますコメンテーターの依頼は断っていると本来広島の実家で今後のことをじっくり考えたいと言っていましたが現在イベント出演のため東京に来ています かなり多忙でスケジュールも来月までいっぱいとのこと、同時並行で来年の都議選のための策を考えていると思います。見なくなった。で、それはテレビの話ですかね。それはテレビが石丸氏を取り上げなくなったのではなく、石丸氏が出演のオファーを立っていることも知らないのですかね。RIDAY は、それは、ネットで石丸氏が言っていることであり、そういうことも知らないで、見なくなった。 と言っているところで f r i d a y の程度が知れているということ、石丸氏はもう次のステップに向かっています。都知事選後の物議はその下準備をしていたにすぎず、批判は想定内のようです。今後、彼が何かことを起こせばメディアはすぐに食いついてきますよ。彼の思惑通りにね。露出が少なくなったというのはテレビのことだけですかね。本人はテレビに関しては断ってる仕事もたくさんあり。 コメンテータータととしてては出演すする意思がないと言ってますテレビ的な演出を求められる仕事はやりたくないと思うので必然的にテレビで見ることは少なくなってます。ただ石丸さん自体はスケジュールがいっぱいになってるみたく決してフェードアウトしてるわけではないです。ということを私のような素人でも知ってる情報を踏まえずにネットニュースに「見なくなった」とか「存在感低下 都会生み出しかし、ても仕方ないと思いいます。面白いね、見なくなったと記事で取り上げるのか、笑い、どうしても嫌味を言いたいのだろうが、言えば言うほどメディアの信用がなくなるだけ、昨日のライブ配信でも予定なく始めたのに、数万人視聴、スぱちゃも相変わらず、そしてメディアは極力でない、物販は出さないと、おっしゃってましたよ、一般的ならここぞでテレビでまくり、物販も出しまくり、それこそ時の人となるだろうが。 目指すものが人気者会社経営、私はなない方なんだと改めて感じますよテレビには一通り出たからどんどん断っているとの話をされていましたよねこの記事を書いた記者さんの想像があまりにありきたり表面的なことしか書いておらず読み応えがありませんでした柳井さんは熟慮されているのではないかとも考えられると思います何だろうこの人的な気持ちはどうしても拭えませんが 何かをなそうという気持ちはお持ちだと思います全く見当違いな記事ですね総裁選と石丸さん個人の存在感を比較するのは違うでしょうそもそも総裁選は国民が直接選べないのだから土俵が全く違うあと石丸さんはテレビへの出演は制限されている自らむやみにテレビに出てないだけで。 youtube での存在感はかなり高いオールドメディアはこうやっては曲した情報を出して世論を扇動するんですね。石丸氏は自己プロデュースも戦略的思考をもたけていると思うので全く問題ないと思います。むしろこの記事のように何もないけど名前を出せば数字が取れるとメディアから認識されこうやって記事になっているのは石丸氏の計算通りなのではとさえ感じます。 この記事自体が石丸氏の存在感を暗に示していますねもともとネット戦略で成り上がってきた石丸氏だけにテレビや新聞は眼中なしなのかもしれないがメディア露出の急減は過去の人扱いされるリスクも伴うこの記事は石丸氏が都知事選までほとんど既存メディアに登場しないどころかろくに注目されていなかったことを忘れているのだろうかメディア露出の急減 過去の人というのは既存メディアの願望にたならないだろうが既存メディアだけ見てそんなとぼけたことを言っていたらまたゾロネットに出し抜かれるのではないか W 石丸氏は芸能人でもコメンテーターでもない既存メディアにくだらないネタを提供し続けたりしたら自滅するだけであろう石丸を支持する人は多いし新次郎にしてもコバホークにしても自民党にいる限り変えられるわけがないわけ限界がありすぎるし そもそも成り立ちやタイプが違うから、全く問題ではないでしょうね。それより問題なのは、やはり自民党を含め、国会を構成する政党でしょう。どこも積極的に支持するには材料が乏しく、山本太郎に至っては、石丸へのやっかみ、嫉妬で、ボロが出てしまったし、国会に信用できる人物がいないことが、石丸が付け入る隙になってしまっているような面もあるのでしょう。 逆の意味で支持層が明確な石丸に関心がいく限り、既存政党はだしに使われるだけではないでしょうか石丸さんは出演できないのではなく、出演を立っているだけ、ちゃんと取材して記事書きましょうよ。本人が話されていて、一般人が何万人も知っている事実をメディアが知らないとは、メディアは役に立たないし、嘘を広げているだけになってしまいます。事実無根を堂々とと載せるのは恥ずかしいと そろそろ認めて改善してください最近テレビで見かけないのは出演を経っていると記事にしたら事実を伝えるメディアになれますちょっと何言ってるかわからない人が総理大臣ってヤバすぎでしょ身向かされて笑いは取れると思うでもそんなことしてる余裕は今の日本にはないよ岸田さんもそうだしおじいちゃん大臣もそうだし小泉さんもそうだけど 思ってることを言語化できない政治家はいらない。あと感想を述べられない政治家は嫌い。石丸さんについてはゆっくり準備すればいい。 テレビを持っていないのでわかりませんが相変わらず YouTube ではご自身のチャンネル含め見かけますねこの前のライブ配信でも相変わらず同志つらい2万人以上まあまだまだ持ってますねところでフライデーは無職で一般人になった石丸氏への誹謗中傷記事を書いているという認識はあるのかなメディアは許されるなんて時代はもう終わりでしょう別にテレビで生計立てていくような人でもないので無理に目立とうとする必要もないし 本人がいろんなオファー出演断っている事実をスルーしてオアコンみたいな取り上げ方は変更だよねフライデーに限らずだけどが石丸下げの変更記事書いたら売れるんかなひょっとして石丸さんのスキャンダルを取りたくてあれ以来ずっと張ってますか取らせるわけないじゃないですか石丸さん初 FRIDAY が高橋ピートだったこと苦笑いしてましたよ 笑い、しばらくスケジュールがギチギチで身動き取れないらしいですし、FRIDAY さん諦めてください。それから、ドキドキ、気が向いたら、テレビに出るかもしれないとおっしゃってましたので、その時には記事にしてください。この記さ、よほど暇なんだろうな。書くことがなくてダラダラしていたら、 デスクに怒られて何か書かざるを得なくなって書いた記事がこれなんだろうな一体何を言いたいのか回目わからない記事ですね今更フライデーにどうしても掲載する必然性があるとはどうしても感じられない記事だと思いますとか言いながら先日も民主党党首と同じ選挙区に出て勝ったら党首の座を譲れとか発言して一部 SNS で物議を醸していたし今は自民党の総裁選が話題で自民党議員じゃない石丸に出番がないだけで 今後も石丸が少しでも食いつけそうな局面になったらメディアもこぞってネタにするんでしょう。信者もアンチも多いからどう転んでも PV は稼げるわけだし、現に露出が減ったこと、おネタにして露出してない今のタイミングでも石丸の名前を出して PV 稼いでるのがこの FRIDAY だし、今後ちょっとでも動きがあればすぐに大々的に取り上げるに決まってるわ。見なくなくったととといいうううのはテレビでということでこししょうか著書も読まれてるし y o u t u b e ライブも2万4000人が同時接続で見ているし、スパチャも多数でライブ中に読み切れない。お盆は故郷でのんびりし、今週は東京でイベント出演。多くの人が想像する、銀行、市長、都知事選に敗れる、国選を狙う、は外れていて、都知事選に敗れても日本の国を良くしたい、若い人を育てたい、という気持ちにブレはありません。 大丈夫ですかなんか全然斜め方向の話をもっともらしくすると読んだ人が間違えてしまいますよ悪意ある切り抜き動画と同じくらい人を惑わせる力があるのでご用心ください石丸氏は都知事選で第2位躍進ながらもすでに落選されている方その前も一地方自治体議長そんなに引っ張る必要ありますかね議員ではないから総裁選代表選も関係ないですし。 評論家でもないですよね。ご本人今後のお考えはあると思いますけど、それをメディアがいちいちほじくるのはいかがなものかと。都知事選の165万票は偶然の産物でしょう。大方の予想は小池圧勝で、蓮舫がどれだけ取れるかが焦点だった。小池には入れたくないが、蓮舫にも入れたくない層が第三局の石丸氏に入れただけで、石丸的な政治のエンタメ化を支持したわけではないでしょう。 最近の自民党の総裁選の方が面白い。世間の関心だがそっちに向くのは自然な流れでしょう。巷で話題の、コバホーク、おテレビ番組を見たが、受け答えがわかりやすくて感心した。石丸公文とは運営の差がある。石丸ブームは一時的なもの。遠からず忘客の彼方に去っていくのでは。石丸新次戦法は連邦と立憲協賛を入るのには成功した。だが、小池由里子九9 2万両。 石丸真に千百六十六万両。昔に小石原慎太郎に挑戦した東国原とほぼ同数。つまり二番の落選者。まあね。千四百万人の東京都全域の都知事選挙だから結構に票を集めたんだろう。これ、衆院小選挙区とか参院選挙区の戦いならが大変だろうよ。まあ参院東京都選挙区ならば当選できるかも。間接民主制。 議員内閣制の日本で石丸真嗣が総理になることは決してないテレビでは見ないけど言う TUBE では出ずっぱりですね今もスパチャをやっているし言いたいこと言っていますが政治家を目指すというよりも話題性を先導してクリック数を稼ぐ言う TUBER の一人です話の中では相変わらず石丸公文を披露していますが強がった意見ばかりで中身を感じませんスパチャでは質問に対して かなり強気の意見を述べていますが、どこかはしかしと売り二つですね。自分の考えがすべて正しいとする立場で話す石丸氏は信者は別にしても、多くの人は、この人とは、と思われるのが関の山でないでしょうか。今は石丸さんが何かに立候補してるわけでもないし、テレビが取り上げる理由もない、またどこかの選挙に出れば、その時はテレビでも話題になるのでしょうね、その話題になったときに。 国民にまともな判断能力があるかどうか一見まともそうで論破してるように見えてそのコミュニケーションの中身はむちゃくちゃ裁判で負けてもその判決を認めずに根拠のないデマを流し続けるような人物このような人物であるときちんとメディアが報じられるかどうかですね実績のない人が何を言っても響かない政策に関してもきちんと聞こえてこない耳につくのは選挙の手法だったりこう言えばマスコミは反応するとかまあ それは一つの思考として否定はしませんがその先があまり見えません結果薄っぺらい感じにしか見えませんね彼から感じられるものは彼なら何かやってくれそうという期待感はありますただ何をしてくれるんでしょうちなみに以前何でも言って委員会で元明石市長とやり合ってましたが給食費無償化を声高に言ってましたがそれ以外何も出てきませんでしたそれも 給食費無償化がどれだけ大変なのか分かりますかと詰め寄る場面もありましたが我々一般人からしたら大変なんでしょうけどその一つで胸を張ってる姿はどうなんでしょうかと思ってしまう個人的には俺はすごいだろうみたいな人は好きではないそのあたりがなければ応援してた可能性は強いですねそもそも2位になるまで話題にもしなかったマスメディアが言ってもという感じ数字取れそうな時は話題にして。 数字取れななさそうなら話題にもせずを貫いてるだけだしまたどっかに出るってなればマスコミはこぞって話題にするだろうとしかそもそも現時点で話題のない石丸氏を話題にするのがナンセンス。 今のマスメディアが望むような行動も言動も彼は務めてしないだろう。今や一般人の石丸氏じゃなくて都知事に再選された小池氏の動向をこそ監視すべきでは。芥川市で明確な実績を上げてないのに投げ出したそこが大きな問題。SNS 動画で自分の都合のよい切り取り動画を流してあたかも自分が正義のように振る舞ってきたが2件の訴訟では負け。 実際テレビでも深く掘り下げられると稚折で言葉選びも間違えていた石丸氏は単に目立ちたいだけだろうね小泉進次郎は対談には応じないだろうね彼は知識がなく海外のインタビューにも答えることすらできてなく原稿以外の話に切り返せないこれは石丸氏も同じただ進次郎氏は石丸氏ほどの学力もないからもっと哀れ小泉進次郎氏を総裁にするような自民党なら終わってる。 そりゃあ年中露出するわけないし、もともとテレビもそんな出るタイプではない。そんなことより、あの手この手を使ってメディアは石丸さんをけなしたいわけよね。この FRIDAY もその一味、どこの息がかかってるのか知らんが、本当にやり方がしょうもないわ。